ではラーメンを仕上げてまいりたいと思います。はい、こちらが昨日仕込んだ煮干しのスープ。はい、匂いだけはめっちゃ美味しそうです。いい匂いはするよね。匂いだけはめっちゃ美味しそうだもんな。まだ食べてないけど匂いだけ100点ですよ。100点主役は昆布。ハーブ。南州のお嬢さんで買った黒豚を乗せたいと思います。炭火焼き黒豚、アンチョビのソース。でまずスープね、はい、ちょっと回していただきます。わあ、これは色だけはニボニボだもんね。これあっ、うまっ。極ニボス、めっちゃ煮干し出てますね。ねえ、うん、出まくってる。出まくってるね。出まくってる。うん、あ、返しが合いますね。合うでしょ。だってこんなイメージの返しだったもん。なんかあそこで飲んだ時さ、久しぶりに麺を打ったんですけど、無関水麺よくできてますな。ツルツルですね。ちじれ入れてよかったですね。これが、ここにあるのが、このアンチョビペーストなんですよ。アンチョビ、あれね、アンチョビ。うん、ちょっとアンチョビペーストをね、ちょっとこう、溶かしながらまた。生姜がね、いい味出すんですよ。あ、アンチョビペーストに入ってる生姜がね。入ってる生姜がね。これが、南州農場さんで買った、黒豚の炭火焼き。合う。ね、合うよね。うん、合う。途中で何この炭火のさ、炭の感じがポーってまだ煮干し食うのもいいのよ。うまっ。で、すかさずこの麺を食べるわけよ。からのすかさずスープでしょ。うん、スープゾーンいって。あー、なるほど。津軽と鹿児島のコラボレーション。ね、この黒豚ね、うん、黒豚だって、あと北崎水産の煮干しね、ね、うん、美味しくできたと思いますね。一番美味しい。うん、どうやって作ったのかもう覚えてないけど、極煮干すよね。